はい、ちょっとじゃあ高校にマイク変わりますが、いきなり姉妹対決、はい、決勝トーナメント始めます。はい、これは負けたら終わりですね。さあ、マリちゃんは、まあ、いつも通り。おっと、あずき猫が寮を入れている。寮ロバートタクマ、最近はキムを練習していたようですが、ここはちょっと荒らしに行くのか。さあ、所定の寮は最近かなり評価が上がっているという噂ですが、活躍するのか。さあ、中距離でジャンプシーリーが噛み合って画面端に持っていく。この状況はかなり量は強いんですが、引っかかる。ここはうまく前転で避けて、暴れつぶしの青岩の決めて、沖攻めは暴れつぶし、コアがガードしている。また画面端に行って前転で避けるが、これはしっかりととがめて画面端暴れつぶし。この状況が厳しい。炎よりがかなりきつそうにしていますが、空対空勝って様子を見ていく。さあ、禁止噛み合って、青いバラは金 D が確定して、しかし音がめは安い。差し合ってゲージ状況はかなりイオリの方が有利ですが、ここでしゃがみ C を差し込んで暴れつぶししていくが、ここをしっかりガードしている。昇龍のガードには感激マイヤーズ、マイエーに昇龍。さあ、かなり初手から激しい戦いになっていますが、勝ったのはマリちゃん。ここでジャンプ CD ロバと噛み合わせで残り 0.5 割。さあ、空対空小足からの流液系に勝利が相打ちになって、ロバートが無傷で勝利。中堅戦、これはさあ、マックス流子が打てると。さあ、お互いマックス流子が打てる状況。めくりに行くが技が出ない。空対空に勝つ。C 投げ決めて、釣りに行くはコアガードしている。ガーキャン前転で逃げて入れ替える、また入れ替える。さあ、お見合いしてめくっているが、ここはつながらず、禁止が確定している。前 B からちょっと遠めなので、弱リュウコに切り替えている。しっかり。さあ、また切れ替わって、今度はロバートがゲージを持っているので、しかし勝利までつながらず、 C 投げ決めてジャンプ CD 流撃拳で切り返して、さあ、なんとかコンボを決めたいが、このジャンプ CD が冷たい。さあ、マリちゃんがかなり体力を残して大正拓磨までたどり着く。さあ、いきなり EX は打っていくが、負けていってしまう。NC ジャンプ CD から、これは弱流コランブスバキャンに合ってしまっている。さあ、このミスはかなり痛いが、しっかり壊しから EX 天使プギャグ。まだわからないか。しかし、現状況はシェンウーが有利。ここは逆二択を仕掛けて、パワーゲージを全て使っていく。何か入れば死んでしまうが、きっちり決めてマリちゃんの勝利です。ヒーローインタビューに移る前に、今自分天川さんになんでこれいきなり職さん選んだんですかって、職さんって前回の紅白戦とかでも超活躍してたんで、なんでかなって聞いてみたんですよ。そしたら天川さん超かっこいい答えでした。この4人の中で他3人とは対戦したことあるんですけど、職さんとだけは対戦してたことないんで、対戦してみたかった。かっこよすぎますね。
で、まあ、勝利インタビューで石部さんに変わります。新宮弱キャラなんですけど個性として頑張っていきたいんで応援してください。あの明けからのなんか明けからの移植でそのままみんな使ってますけど多分最終的にみんないなくなると思うんで弱キャラなんで頑張ります。さあ新宮は弱キャラだと自虐していく。さあ第2試合目がインフィニティさん対リンゴさん。はい、1P がリンゴさん、2P がインフィニティさんです。始めていただいて、はい。さあインフィニティさんは、アーケー時代から KF13 をプレイしていたプレイヤーですね。爪よりだったんですが、今回は炎よりにキャラを変えてますね。対するリンゴさんはキム、ホア、バイスというなかなか珍しい組み合わせのチームですね。しかし初手のキムもかなり強いと言われています。小足が噛み合う。しかしコンボにはいけない。崩していく。さあ弱飛燕山当たる。相打ちになって弱飛燕山が潰されたのか。 C 投げはしっかり外して画面端をキープ。めくってめくれない。これはしかし暴れていってガードしている。ここはちょっとミスってしまったか。あーめくっていく。あれは見えない。さあ中堅フォア、この組み合わせちょっとどうなんでしょうかね。両論がきつそうに見えるんですが、さあしかし空対空はかなり両論も強い方なので空で戦えるはずですが、積極的にめくっていく。これが入って発動決める。ここでディオロンをほぼ無傷で倒していく。さあ中堅炎よりゲージマックス。しかし対空の EX ランブを決めて3割奪っていく。ジャンプリーC で暴れてめくっている。ここは安定コンボ、ネオマックスまで決めて減る。しっかり決めていく。あとは削るだけと ND を差し込んでフォアがやられてしまう。対象バイス、さあ3ゲージあるのでまだわからない。ここは D サイド駒投げちょっと確定していなかったように見えたが決めて、さあ対空の ND を刺して相打ちになっている。 ND が当たる当たる。炎よりはジャンプも横押しも強いのでND が刺さる刺さる。さあ何か入ればバイスも殺せるが、さあ EX ブラッシュで崩していく。ここはゲージ温存して EX くずかずからは青い花出ない。しかし EX 名剣も確定せず青い花が当たっていたかわからないが削れていたのか当たった当たってしまう。インフィニティさんの勝利。さあここで初期さんの初期さんに自らぶつかっていった天川さん対初期さん。
今あの席決めのじゃんけんを行ってたんですけど、そのじゃんけんもだいぶ読み合いがあったみたいで、お互いなんか手を変える気がないグーをずっと出し続けて6回ぐらいあやこしてました。そして最後に折れたのは天川さんがチョキ出して負けました。さすが老害、読みが強い。グーを6回出す精神力。さあチームはおそらく変わらずシェンウー、デュアロン、アッシュの03主人公チーム、対する初期さんも空手ベニマルフォアのいつものチーム。めぐって小足が刺さる。さあジャンプリーが刺さって追加ができないが、画面端ジャンプリーで絡みついていく。暴れ潰ししている。ここはガード、空対空勝って画面端暴れ潰し。ここはゲージをフルに使って、しかしこの状況2ゲージ持っているので迂闊には攻められない。しっかりガーキャン NC で対空していく。さあゲージがちょっと足りないか、引っかかって禁止が当たる。初手シェンウーが勝利して、これはでかい。さあしかしこのベニマルが非常に強い。シェンウーが早出しで暴れていく。壊し対空はガードされている。相打ちから絶撃剣、画面端しゃがんでいる。これはゲージを使ってまだ死なない。延々が刺さって、なんとシェンウーが2立て。さあ勢いに乗るとかなり止めづらいゲームなので、ここでフォアが流れを変えたいところですが、さあ最速で飲んで漏れるが、これはお咎めできず固めていく。空中で当たるが追撃できず、 C 投げ暴れ、バックステを追いかけるがコンボにはいけず、さあ牽制を差し込んでなぜか漏れているが当たる。天川さん運もいいか、引っかかって中断。まさかまさかの3立て。このゲームは本当に先が読めませんね。さあ第4試合は 1P 側がガク、2P 側がハレゴロです。さあこれもこの組み合わせもかなり明けからやってたと思うんで、2人とも1キャラだけ変わってるという状況ですかね。ハレゴロさんはおそらく女王を先方に置いてくるでしょう。そこでサイクを置いていく。初手サイキ対上東、空対空勝って、これはでかい。画面端コンボが決まってジャンプに小足を選択、固めていく。投げが確定してまだ続く。さあガクラが近い、しかし前転でうまくよけて画面を入れ替える。吸って壊しこすったところにコンボが入って体力が5分になっていく。さあジャンプ C でジャンプをとがめる、これは非常にうまい。さらに対空長飛を取って残り 0.5 割、めくりではなく表、これは見えない。さあ学祭儀が一気に盛り返してフォアジャイを引きずり出す。最速で飲む。さあフォアジャイのドリンク状態でかかとを引っかかるとものすごいことになる。連れて
ここはゲージョンゾーンぶっ放して、しかし追撃できず、これは C 投げは外して画面端をキープしたい。 ND 差し込んで、フォアジャイが苦しそう、しっかりコンボ決めて弾から遠心、今日竜巻 D が確定してしまう。さあまたこの流れ、シェンウーを引きずり出す、エンディ、CD 波動と固めて、遠心、さあいつの間にか画面端に行くが、なかなか、さあこれは間に合わない、パワーゲージ一つで倒しきって、まだわからない。さあ集計のアテナ、これがクセモノ、さあ積極的に投げていくが、これは避けていく。さあとりあえず触れに行きたいところですが、なぜかしゃがみ C が確定してちょっとコンボやすい、しかしこれはガードできている、しかしコンボが失敗、引っかかって暴れつぶしから、ここは殺しきる、ドライブゲージを残して残り3割といったところか、まだわからない。対象強が出てくる、さあドライブがあるので、ここはきっちり切れた、ジャンプシリカウンターからことつき、スパキャンマックス下ろし投げで最速で殺していく、今のはかっこいいですね、コメントも早い。